ジンベエザメが船の横で泳いでいますまるで撫でてほしいとお願いしているような食べ物を待っているかのような姿漁師らは父親のように怪我をしないか心配しています魚を捕っているんだからあっちに行くんだよと声をかける漁師たち東部台東県トランの三軒湾の近海に出現した体長およそ5メートルのジンベエザメ 透き通った海面からかわいい表情がはっきりと見えます続いて歓声が上がったのは東部カレンの沖合に出現したマッコウクジラクジラの親子もやってきました船の隣で泳ぐ姿に観光客は大喜び10頭以上のマッコウクジラはカレン沖で1日中泳ぎ岸に近づくこともあるといいます ホエールウォッチングを経営する王氏は、マッコウクジラは台風による高潮の影響で泳いできたのではと話しています台湾の周辺海域にやってきたジンベエザメとマッコウクジラ、突然訪れた珍客との触れ合いは忘れられない思い出となったようです